どうも山田です。12月って師走って言うけど、お坊さんが走ってるところって見たことないよねという方、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、毎年この師走の時期恒例のポケモン GO のイベント、コミュニティデイ総決算、はい、その年、そして昨年ですよね、この2年分のコミュニティデイ、の対象ポケモンがわわっと登場するこちらのイベントなんですけども、今年も開始いたしました。で、今回のですねコミュニティデイ、昨年と違ってですね、ボーナスの時間ですよねっていうのが短くなっていたんですよ。3時間ということでね、非常に残念なんですが、その分ですね、今回、早朝、まあ早朝でもねか、普通に午前の9時はい、ぐらいから、対象のポケモンたち、コミュニティ対象のポケモンっていうのは脇がですね、ちょいゆるではありますが出現ということで、驚かれたねトレーナーさん結構多かったと思います。僕もですね、初日と2日目結局だからポケモン、コミュニティの前も一応出るみたいな、感じでね書いてたんですけれども、どれくらいなんだろう、まあ大して出ねえだろうなと思ったら意外と出てびっくりしました。ちゃんと厳選できるじゃんぐらいのね感じ出てましたね。はい、ただし色違いの確率や砂の、まあ2倍とか経験値2倍とか、ああいったボーナスは14時からということで、昼ぐらいからちょっとね軽くポケ活して、今14時になったので、ここからちょっとカメラを回すといったところでございます。ということでね、色違い何匹取れるでしょうか。まあ何よりも実はですね、今回ね、まあ、色違いも欲しいんですが、まあ、砂とか経験値とか、あとね、あとこれ今回のコミュデーと実はイコールのイベントじゃないんですけども、今カチコールの色違いがウィンターイベントに実装されたんですよね。で、こいつもちょっと欲しいということで、僕今日卵もちょっと割ろうと思ってます。卵今回負荷2分の1なんですよ。で、コミュデー対象は2キロ卵が生まれるんですけども、7玉の方で5分の1ですよね。で一応カチコールが入っているので、ちょっとまあ、2玉割りもうちょっとやりつつ7玉も割っていこうと思います。なぜなら負荷距離が半分だから。はい、ということでちょっとねゲーム画面ね見ていきましょう変な髪型した。はい、ということで、もうモジュールがやはり焚かれております。さすがですね、今日も上野でプレイしています。でですね、よいしょっと、はい、コミュデーの今回もね、リサーチですね、もうここまでやっちゃったんで強化タスク以外もう終わってました。ちょっと進めましょう。で、こっちか、はい、イベントチャレンジということで、これ両方ともちょっとね強化タスクなんで、パッパッと終わらせちゃいましょう。その上でちょっとポケモン捕まえていきましょう。で、今回ね、はい、コミュデーのこの3時間ですよね、タスクでもですね、これポケモン結構ゲットできるんですよ。うわ、ナイスモノス。あれ、タスクだからこれあれかな、雪じゃなくなってんのかな。今回ね、このコミュデー対象のポケモンがもうワンサが出てくるタスクあるんですよね。ポケモン3匹捕まえるだけで出てくるっていう、むちゃくちゃ簡単なやつ。はい、これのね中にもねこうやってねモノスとかいるんでありがたいですね。とここで強いモノスとか引き当てたいね。はい、よし、じゃあこっちまずちょっとね、はい、アイテムちょうだいと。こっからは送って取って進化させて、オッケー、これシャチャッと終わらせていきますね。アンドこっちもよいしょ。さあ、イベントチャレンジは、あー、なるほどね、コミュデー対象のポケモンたちが報酬となっているみたいです。まあ今回ちょっと3時間ギュッとね、はい、色違い取りたいんで、この時間にタスク開けていきましょう。どうなんだろう、とか今言ったけどさ、確率って違うのかな、タスクと野生でどう違うんだろう。野生は色違い確率もう14時から上がってると思うんですけどね。まあわかんねえや、全部開けていけ。いや、うん、むっくるよいしょ。多分これコミュデー対象のポケモンが順繰りに報酬として出てくるよみたいな、そんな感じっぽいですね、タイムチャレンジの方はね。オッケー、そしたら、まあ何はともあれですね、ちょっと星の砂ですねもう欲しいし、経験値も欲しいということで、あ、まず幸せ卵ちょっと砕こうか。はい、幸せ卵を3時間分いきましょう。ちょっと足りないか。まあそこはじゃあ買って足しましょう。はい、で今ねこれカメラ置いてね、ちょっと撮影していますけども、立ち止まってるのが一番効率悪いんでね、歩いていきましょう。よし、じゃあちょっと歩いていきましょう。はいよナイス色違い。いや、やっぱりボーナスでかいな。正直もう今日の午前中とか、この14時前かまでの時間ではね、色違いまあ出ない、もうよっぽど運が良くないと色違いこんな無理だよみたいな感じだったんですけれども、やはりですね、ボーナス
でかしといったところでしょうか。なので今日もこの17時までかのボーナスタイムが終わった後もですね、コミネ大使のポケモンとか出るとは思うんですけども、そこで多分ガクンとね、また色違い確率は落ちると思われます。はい、でちょっと卵を孵化させていきましょうか。よいしょ、 2.3 半分&スーパー加速値ナイス。はい、2匹目なんかアローラサンドに愛されてます今日はそういう日なんでしょうか、寒いからかな。いやまあ今日上野の方いつも通り来てるんですけども、相当人が多いです。やはり土日はね、まあ、の年末ということでお買い物とかに来てる方も多いんでしょうね。あのカメラがオートフォーカス僕に合わせるのか IKKO さんに合わせるのか悩んでます。経験値美味しいんでね、ちょっとエクセレント頑張って狙いましょうか。よいしょっと、おいぞ、よいしょっと、でかすぎ。このボーナス、あの2日目ですよねの方もあるボーナスなんで、初日あんまり経験値意識しなかったって方はですね、2日目ぜひやっていきましょう。ただまあエクセレントね、狙い抜きポケモンもいるんで、狙いやすい、安いやつですね。はい、でちょっとねやっていきましょうね。上野から御徒町側に来たんですが、ぎっちぎちに湧いてるよ。やば、こんな狙えないよ。どれ触ればいいのか分かんなくなるな、こんだけ湧いてると。いやーすごいにしても、ちょっと待って、どっかハスブレロいるぞ。これお前か、うん、なんでいるどうした、今日コミュデーだぞ。なんかあった、お前 どうした。まあいいか、一応まあ何のポケモンでもね経験値はもらえるはずなんで、あのちょっと遠いな、ちょっと遠いからちょっと両手で行こう。はい、あーグレートか、オッケー、ハズブレロゲットだぜ、よいしょとりあえずこの辺のやつら取り尽くしよう。さあ、15時回りましたということで、ボーナススタートから1時間ですね。サンド以外のエクセレントが難しいです。なのであの色違いいろいろ欲しいくせに、サンドばっかり取ってます。あのちょっと1時間の立ち回りを間違えた感はあるので、ここから他のやつも捕獲していこうと思います。色違いはサンド2匹のみです。でちょっとこっちのタスクも開けちゃいましょう。はい、今度早め早めに開けないとロスがあるからね。 D が何か言ってましたカーブグレートスロー3回、15匹捕獲&15匹送る。あ、もう捕まえて送りゃいいってことね。で、あ、それでレーダーとか普通にすごい技マシーンもらえるのか。あ、悪くないね。でこっちも終わらしちゃいましょうか。はい、さっき3の、6匹かな、これ今2匹いけるんで、よいしょっと、どれくらいあるのかまあ今日忘れずにとりあえず終わらすところまでやると思います。そういえばね、今日なんか 100% とかはねまだ拾ってないんですよね。まあちょっと高個体値も欲しさはありますが、でサンドばっかり取ってるのさっきからさっきも言ってるけどさ、なんかやっぱ近いし、あと何よりも威嚇もシンプルでいいよね。うん、あとなんか変な動きしないっていうのはやっぱでかいね。うん、はい、みじゅまるいらっさーい。で、あ、やっぱ簡単だね。進化と5種捕まえるのと送るでね。OK、じゃあまたちょっと続きやっていこうか。あ、来た。ガラルジグザグマはあんまり今日見てないんだよね。よいしょっと。冷静に考えて、まだ絵がさ、色違いの絵2回しか映せてないじゃん。あれ以来出てないので、少なくね。ちょっとか少なくね。もうそろそろ3体目、4体目、5体目って出てこない、少なくね。1人の時はまあまあ色違いが出るでおなじみの山田さんソロコミデーなんですけど、なんか変わった、規則性変わった、今日の俺なんかやってる、ダメ、そういう日じゃない、今日出ない日、嫌だよこれ動画待機してるだよちゃんとか、よちゃんとかの方が出てたりするのかな。だとしたらちょっと悲しいんだけどな。
今日は、まあ逆に考えよう。対決じゃなくてよかった。よし、イベントチャレンジも、こちらコミュデーのね、D のチャレンジですね。こっちも一応終わりました。まあ、またちょっとパパーって受け取っていこうと思うんですけども。腹減ったな。三陸なんちゃらって書いてあるんですよね。行こうか。なんかね、学生さん一緒にやってるみたいなんですよね。ありがとう、ありがとう。すごい、なんか人、人、人って感じ。ねえ、これちょっと分かりにくいんですけど、カメラこうかな。はい。サンマのつみれ汁、いただきます。うわ、うめ。これか。で、なんかこれがね、サメのふわふわ団子ってまた別のやつらしい。ママ、うまっ。あったまる。今日めっちゃ寒いからちょうどいいわ。満たされるわ。はい、イカ焼きで。すいません、ぼんじりください。はい、ありがとうございます。すごい。めっちゃビール飲みたい。これ明日もね、コミュであるから、もしかして明日来る人もいるかもしれないんで、宣伝しとこう。なんかね、今や僕食べた三陸ナウっていうね、イベント、まあ、やはり、向こうの東北三陸の方ですよね、の、まあ、のものをちょっと紹介してたりとか、フード、現地で食べる出店以外にもね、いろいろ売ってたんですけど、これね、なんかやけに若い方がスタッフで動いてるなっていうのを思って、聞いたんですよ。学生さんですかって言って、なんかね、このイベント自体は学生さん主体のやつみたいで、学生さん、なんかいろんな学校の学生さんが集まって企画と運営やってるらしいです。まあ、の中の出店はね、普通に大人がやってる出店もあるんですけど、なんか半分かな、もう半分以上は学生さんのブース。まあ、料理も美味しいしね。もし日曜日上野公園でコミュでやろうっていうね、方いらっしゃいましたら、ぜひ行ってみてください。すごい、もう声上げてね、どうですかって言ってずっとね、こう元気にやってる学生さんたち見て、ちょっと応援したくなっちゃいますね、あれはね。はい、なんか学生さんいっぱいいるんで、お酒は控えておきましたなんかちょっと背筋を正さなきゃなと思ってね。はい、ということで、ここからの1時間ちょっと背筋を正してコミでやっていこうと思います。今の7キロ卵はね、3つをやりましたので、一応カチコールの色違い狙いということでちょっと見ようと思います。で、もうタップしちゃって、もう割れます。もうすいません、演出が多分もう、はい、始まりました。はい、あと2つですね。まあ、一応ね、切らんの可能性があるんで収録してるって感じです。よいしょと。さ、ニューラが出ちゃうんだよな。なんかさっきもニューラ出たんだよな。カチ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 、あ、通常からでした
あの今回、まあ、いや後でねちょっとあの総括、初日やってみた総括をですねちょっとあのロケ撤収したら撮ろうと思ってるんですけれども、ちょっといろいろ思うところありですね、正直なところやってみて。うん、ぬいこくまだった、あれ、うん、あ、かぶってたかたまにあるよね、うん、出現うわってこうなんかしてってるところでタップしたつもりのポケモンと全然違うやつが出るやつね、はい、なんか結構面食らった方もね今回のコミで多かった気がします。今残り1時間なんで、ちょっとゆるーっと一応やっていこうか、ゆるーっとやりつつ真剣にやりつつね、うん、ちゃんとやる、うん、撮るんだけども、あんまりちょっと長すぎるこの後の語り部分が多分長いんで、まあ、カメラの方はほどほどにしておきましょう。はい、ということで自宅の方に戻ってまいりました。お疲れ様でした。コミュニティレイですよね。ブーストがかかっている、ボーナスがかかっている3時間の方は終了しまして、まだですね、一応本日のコミュニティ対象の脇の時間って終わっていないんですけれども、まあ、一旦ちょっと動画的には締めとなっております。私はまだ、どれくらい色違い取れたのかと言いますと、こんな感じです。はい。3。しかもうち2羽かぶり、せめて2桁は行きたかったですね。なんでこんなに出なかったんだろう、ちょっとびっくりしちゃいましたけどもね。まあ明日の3時間もまた頑張ろうと思います。はい、でちょっと今回ですね、まあぶっちゃけ普通にロケして楽しかったっていう感じの動画にしようと思っていたのですが、当日ちょっと判明したこととか、もろもろを見るとですね、明日に向けてちょっと共有みんなとした方がいいことっていうのが結構あるなと思いまして、こちらちょっとね、撮っています。はい。ですね、本日、まあ、今日さ、まあ、僕14時からね、一応カメラ回してるんですけど、その前からね、一度、ポケモン出ておりました。で、これに関してなんですけれども、ナイアンティックさんですね、今回のコミュニティデイに関しては、土日どちらかの9時から21時に関して、コミュデーの対象のポケモンっていうのが出てくる可能性がありますよというふうに事前にアナウンスしていたんですよね。つまりこれ2日間のうちどちらかにそういったボーナスがありますよみたいな、でもどっちかはちょっとまだ未定ですよっていう状態だったんですよね。これが、まあ、土曜日ですよねに反映されていたということなんです。つまり明日はこれ出てない可能性あるんですよね。てかまあナイアンティックのその文章をそのまま読み取るのならば多分出ていない。でもまあナイアンティックさん情報を発表していたものとなんか当日でちょっと内容変えること今までもあったんで、まだ100% とは言い切れません。うん、ただよっしゃ明日もきっと9時から出るっぽいから明日も9時から行くぞってやってると肩すかしみたいな感じになる可能性がありますので、皆様期待しすぎないようにっていうのを、ちょっと思っといていただければなというふうに思いました。そしてちょっと二つ目ですね、ですね今回、復刻コミュニティデイの対象ポケモンですよねっていうのが、まあ一応野生でも湧きますよと、ただし運が良ければつまりレアですよみたいな感じで書かれていたんですよね。なのでこの3時間ですよね、14時から17時の間ですよねに、不思議だね、水五郎、ミニリュウ、それぞれのポケモンが低確率で出現なんだと思われていたのですが、こちらがですね仕様が判明しました。レア湧きっていうよりも時間限定出現だったんですね。はい、今回まあ14時から17時3時間あったんですけれども、これそれぞれ3匹がですね5分間しか出ないポケモンだったということが分かってきたんですね。どういうことかというと、不思議だね、水五郎、ミニリュウ、これがそれぞれですね14時55分、15時55分、16時55分、それぞれの時間から5分間だけ、つまり次のこう時間ですよね、に切り替わる直前の5分しか出ないポケモンだったというのが、これ初日に判明したんですよね。なので、今回この復刻コミュニティの3匹ですよね。まあ色違い欲しいとか、高校たち欲しいという方いらっしゃると思います。この3匹に関しては初日も2日目も一応レアで出るよというふうにアナウンスされていたので、これ2日目、日曜日もそうなっている可能性ございます。なので、今言った3匹ですよね。不思議だねと水五郎とミニリュウ欲しい方は、55分から0分までですよね。
この間の5分間にソースの多いところでポケカツを必ずしておきましょう。ただまあこのサイクルね、ナイアンティックがその事前に発表していたものじゃないんですよね。何時に何々が出ますみたいな感じで予告されていなかったので、明日とかもう固定かどうかわかりません。もうなんかわかりませんっていうことが多いのもちょっと良くないんですけども、でもしょうがないです。わかりません。なので一応初日はそういう仕様だったので2日目もそうなる可能性が高いというふうに覚えておくのがいいのかなというふうに思います。僕もちょっとねその認識で明日ポケ活しようと思います。そして3つ目、これはちょっと残念なお話なんですけれども、2キロ卵が今回ですねコミュニティでの対象の、ポケモンたちがまあ湧くと。で、11種類ですよねが2キロ卵から一応湧いてくるよと、生まれるよというふうにナイアンティックさん事前情報で言っていたんですが、これがですね、コミュデーがその14時で始まるちょっと前と、あと一応14時以降も若干ちょっと反映されちゃっていたんですけども、湧くポケモンが半分ぐらいになってると、いなかったっていうのがあったんですよね。で、さらに、謎に、ぬいこぐまがレア枠みたいな感じで、卵に入ってるみたいな。ぐちゃぐちゃだったんです。はい。これに関して後でちょっと反映されて、修正されていましたけども、だから、これ事前に湧いていた卵の感じで、卵って取得すると、この卵から何がどれくらいの確率で生まれるよみたいな、まあ、パーセンテージはわかんないんですけども、一応見れるんですよ。この卵が生まれる、で、何のポケモンが生まれる可能性があるのかっていうのがね。で、これを明日も、必ず見てください。7キロ卵とか2キロ卵で、出てくるポケモン狙ってる方いると思うんですよ。出てない可能性あります。その時間その卵取って出ない可能性あります。これも今日がそうだったんで。なので皆様、明日、例えばまあ卵から何か狙いたいと思ってる方は、ちゃんと出ているか卵取得した時に1個目の時に確認してください。はい。そして最後ですよね、玉ざらし、今回のコミュニティデーの期間中ですね、マフラー巻いてません。悲しいですね。マフラー巻いてませんでした。色違い玉ちゃん、色違い、欲しい人は、諦めてください。はい。明日の15時を過ぎるまでは諦めてください。まあ、それか明日の午前中だったら大丈夫なんじゃないかな。ちょっと一応21時過ぎたら出てくるんじゃないかなと個人的には予想しております。まあわかんない、この動画が公開されてるぐらいのタイミングでは判明してんのかな、はい、とか思いますけどね。はい、ということで、まあこの辺はちょっと皆様と共有した方がいい内容でございました。全体通してなんですけれども、アナウンスがやっぱりちょっと下手。あと今回のイベントですよね、9時にそのイベント始まってちゃったとか、まあ、そのコミュデーのポケモンたちが湧いてて、なんでってなってるかってすごく多かったんですよ。で、まあ、さっきも言った通り、土日のどっちかから、まあ、どっちかは9時から出る可能性あるよって言ってたので、一応、想定できるものではあったのですが、とはいえ、ナイアンティックさんがコミュニティデイって発表して、こんなボーナスがあるよとか、時間とかも一番最初に書いてあるのは14時から17時のところだけなんですよね。だからなんか、ちょろっと追加で書いてあるところに出るかもって書いてあるんで、それは混乱するんですよね。うん。で、まあ、色違いの確率とか、雨の効率、あとは経験値、砂、こういった効率がいいのは確かに3時間限定なんですけども、はっきり言っちゃって、土日どっちかじゃなくて、土曜日はってなんで言えなかったのかって思うんですよ、正直。土曜日は9時から21時まで出るよって言われてれば、例えば、高個体値狙いはできたわけですよ。色違いの確率は低くても、あ、高個体値欲しいなって言って、午前中からポケ活した人とかいると思いますし、なんかふわっとした状態で情報を投げて、そこの精査を当日までせずに、しかも、事前に言っていたものと、ちょっと違うような状態だったりとか、そうは認識ならんやろ、みたいなものがすごく初日多かったので、まあね、ナイアンティックさん、1日目と2日目で、ね、運営方針変わるなんてそんなことは多分起きえませんので、まあ、今までそうだったから、だからそこを期待してるんじゃなくて、まあ、ユーザー側が気をつけるしかないんですけども、まあ、にしてもなんか年末のさ12月の最後のさ総決算のコミュニティってお祭りなわけですよ。なんかもうやっぱ最近前よりもなんかちょっとイベントに関して、あとは告知に関してはなんか下手になったなーって思ってます。大丈夫かな来年とか。来年大丈夫かな ?2 月のイベント大丈夫かな?不安です僕は。
ね、不安です、っていう風になってしまったコンビネーション日でした。まあ明日も楽しくプレイしようと思います。はい、とりあえず今日はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私はまだ Twitter、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。山田ゲームチャンネル、サブチャンネル、ポッターのチャンネルございます。もしよろしければこちらもチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。